いつかアイドルの一番星になる虹の夢アイカツ始めます。始まったよ S4TV。 皆さんウッキウキの夏休みいかがお過ごしですか。まずはこのお知らせ。四つ星学園ではこの夏ビッグイベントを開催します。その名もアイカツアイランド。なんと南の島が丸ごとアイドルテーマパークになるっていうイベントなんですよ。私たち四つ星学園の生徒全員で盛り上げていくつもりです。イエーイ。その大事なオープニングステージを1年生に任せようと思っています。ただしステージに立てるのは1年生のうちたったの4人。んそこで選抜メンバーを選ぶためのフレッシュアイドル大投票会を行いたいと思います。フレッシュアイドル大投票会。夢は見るものじゃない、叶えるものだよ。輝きたい衝動に素直でいよう。スターチャイ、もし君が立ち止まり迷う日は瞳閉じて心の声を聞いて。大投票会、1年生全員が参加してファン投票で順位が決まる、つまり人気投票みたいなものみたいだね。投票の締め切りは1週間後だって。面白いじゃない。この1週間どう過ごすかが勝負ってことか。うん、夏休みで授業もないからいろんなことができるチャンスだよね。それじゃあ私お仕事だから。うん、いってらっしゃい。私はつくし組の自主レッスンがあるんだ。また後でね、ゆめちゃん。うん。一週間、どう過ごすかは勝負か。でも、何をしたらいいのかな。ぐっくー。ゆり先輩？よし、できました。ありがとう、助かったわ。これも幹部のお仕事なんですね。知りませんでした。学園のトップスターが S4、 その次に私たち幹部がいて、生徒会の業務や学園の運営を任されているの。だけど今幹部がみんなアイカツアイランドの準備で忙しいから。私お手伝いしましょうか。本当に頼りにしてもいい？虹野さん。はい、もちろんです。夏休みなのにすごい人。大投票会の発表があったから1年生がたくさん来てるみたいね。さあお仕事お仕事。虹野さんフォローよろしく。あ、はい。次は資料の整理ね。はい。お、虹野手伝ってたんだ。はい。 It's so lucky。 え？幹部の仕事が見られるなんてきっといい勉強になるよ。そうなんですか？はあ、疲れた。
幹部のお仕事があんなに大変だなんて全然知らなかったよ。幹部って S4 に次ぐ実力のある人たちばかりでしょ。そんな人から頼りにされるなんて、ゆめちゃんさすが。そうかな。幹部になれそうな人材って思われたのかもしれないよ。私が幹部なんてないない。幹部になったら S4 に大きく近づけるんじゃない。ん、幹部か。おはようございます。夏休みの間に四つ星学園でアイカツアイランドというイベントをやるんです。へえ、すごいね。ぜひ注目してくださいね。多分情報コーナーでイベントの告知はできると思うよ。はい、よろしくお願いします。また番組にもゲストで遊びに来てよ。応援してるから。ありがとうございます。おはようございます。ああ、ゆりちゃん、この前のライブ良かったよ。ありがとうございます。あの、これなんですけど。すごい、ゆり先輩。幹部は学園のお仕事もこなしながらアイドルのお仕事もやってるんだ。かっこいいな。お疲れ様、ゆめちゃん。なんだか忙しそうですわね。うん、これからゆり先輩とラジオ局に行ってイベントの告知をするんだ。幹部ってほんと大変なんだね。他の1年生たちはみんなあちこちで活躍して大投票会のためにアピールしてますわよ。ローラはあちこちのイベントに呼ばれて歌ってますし。よろしくお願いします。まひるちゃんもいろんなショーにモデルで出演してるね。絶対選抜に入ってね。あこちゃんも深夜ドラマにゲスト出演するんだよね。小春だってファッション雑誌のお仕事決まったそうじゃない。実はそうなの。すごいね、小春ちゃん。ちょっと、さっき大投票会の中間発表が出たのを知りませんの？え？今の時点ではローラとマヒルがダントツですわね。まあ別に全然悔しくなんかありませんけど。あ、あらあら、勝負ありましたわね、虹の夢。こんな下の順位だなんて。あらあら、まあまあ、お気の毒様。ありがとうございました。お疲れ様でした。すっかり遅くなっちゃったわね。はい。どうかしたの？あ、そうだったんだ、中間発表が。はい、全然ダメで。はぁ、なんだか置いていかれたみたいで。ごめんね、虹野さん、お手伝いに巻き込んじゃって。あ、いいえ、そんな。けど幹部のお仕事もアイカツだから。ん？アイカツ？私たちが1年生の夏休みにも選抜メンバーを決める投票会があってね。私は投票の期間も虹野さんと同じようにずっと幹部のお仕事を手伝っていたんだ。え？翼先輩が劇組の幹部だったからいろんなことを教えてくれて、楽しくって夢中で手伝ったの。だから目立つ活躍なんてできなかった。でもね、なぜか選抜に選ばれたの。アイカツを頑張っていればファンは必ず見てくれてると思う。私、ゆり先輩たちみたいに幹部のお手伝いもちゃんと頑張って、その上で選抜メンバーも目指したいです。大事なのはセルフプロデュース。人と同じことをするよりも自分だけができる何かを見つけるといいよ。はい。今からでも遅くない。やってみよう、私らしいアイカツ。
いけない。遅くまで頑張ってたみたいだけど、無理しないでね。撮影行ってきます。小春ちゃん。はい。おはよう、虹野さん。おはようございます。今日は観光局に行ってイベントの PR をするんだけど、手伝ってくれる？はい。出発までまだ時間ありますか？うん、10分くらいは。それは？あれから考えたんです。私にできることは何だろうって。それで草の根アイカツをやろうと思って。え、草の根？ゆり先輩と一緒にいて気づいたんです。イベントの告知って一人一人にお願いして回ったり、地道な努力が大切なんだなって。確かにそうね。私も一人一人のファンに届くようなことができないかなって。それでファンにお手紙を書こうと。できた。それ全部手書き？はい。ファンの皆さんに思いが届きますように。草の根アイカツか。はい。他にも握手会とかミニライブとかもできないかなって思ったんですけど、難しいかな。できるわよ、そのくらい。え？ここが幹部室よ。さあ、入って。虹の夢さんね、待ってたわ。紹介するね。こちらは舞組幹部の桂美希先輩と劇組幹部の坂本ありさちゃん。お手伝いの話、ゆりから聞いてる。いろいろありがとう。いえ、私も勉強させていただいてます。これが去年私たちが握手会をやった時の流れをまとめた資料ね。こっちはライブができそうな場所のリスト。担当者に四つ星学園の生徒だって言えば協力してくれるはず。え？この資料を見れば握手会も手作りライブも実現できるはずよ。私たち幹部もアイドルの先輩としていろんな経験してるんだから、このくらいの手助けはできるわ。でも大丈夫。他の1年生から頼られても幹部は同じことをする。大投票会に向けてみんなに頑張ってほしいんだ。ありがとうございます。私たちにできるのはここまで。あとは虹野さんが自分でやるしかない。頑張ってね。はい。ありがとうございます。本物のゆめちゃんだ。会えて嬉しいです。ありがとうございます。夏フェス良かったです。一票入れましたから。どうもありがとうございます。全部自分でなんて大変だったでしょ。でも直接ファンの人とも会えて楽しかったよ。それ何？投票の最終日に手作りライブをやるんだ。幹部のお仕事であちこち回るとき一緒にチラシも配っていいって。え、これも自分で？そう、セルフプロデュース。なんかまた変なことやり始めてんじゃん、あいつ。今日が投票最終日。ここでライブをやる。皆さん、こんにちは。四つ星学園の虹の夢です。この後、野外ステージでミニライブを行います。誰でも入場できます。あ、ゆめちゃんだ。ぜひ見に来てください。行ってみよっか。この子テレビに出てた子じゃない？見てみよ、生アイドル。まひるちゃん、こっち。よかった、間に合った。
私たちも今来たところ。うわ、たくさん来てくれてる。きっと私のことを知らない人もいるはず。だからこそ中途半端なステージはできない。このメルティフラワーフェアリーコーデなら華やかなステージができるよね。最高のステージを見せなくちゃ。虹の夢、行きまーす。ゆでたこ。え、なんでここに。たまたま近くで仕事だったから暇つぶしに見に来てやった。それはどうも。喉痛めたのか。多分頑張りすぎちゃったみたい。なんだか今日のステージって不思議な感覚だったから、私じゃないみたいな、信じられないくらいの力が出せたんだ。あれ?お前さ。何?こういうことよくあんの?どういうこと?いつもと違うっつうか。お疲れ、ゆめ。ゆめちゃん。あれ?お邪魔?違うから。まあ、いいや。
喉飴食っとけよ。じゃ。え？はあ？え？喉飴？あるけど。何なのあの人。前にも似たようなことがあった気がする。確か1年の時、うん、なんだよこれ。それではフレッシュアイドル大投票会の結果発表です。1位かすみまひるちゃん、2位さくらばローラちゃん、3位さおとめあこちゃん、4位にじのゆめちゃん。にじのゆめちゃんは最終日に大きく票を伸ばして4位に飛び込みました。ということで、アイカツアイランドのオープニングステージに立つ選抜メンバーはこの4人に決定。おめでとうございます。よかったわね、虹野さん。ありがとうございます。これもゆり先輩や幹部の皆さんのおかげです。あなたが頑張ったからよ。こっちのお仕事も一段落したし、お手伝いはもう大丈夫だから。はい、私ももっと頑張らなくちゃ。小春ちゃん、私ね、ゆめちゃんと一緒のステージに立ちたかったんだ。だから自分で自分のことが悔しくて。はい。うん？飴はないけどガムならあるよ。食べれば元気出るから。ありがとう。スコンブ味、すっごーい。でもなんか元気出てきたよ。おめでとう二人とも。ありがとう。勝負はまだ始まったばかりよ。これからは私たちもライバル。みんなで頑張って挨拶しようね。はい。アウトロが終わるとイントロが流れてくる。次の曲へ。真夏のトップダンサー、つかれアイドル一番星。